当チャンネルでは前回聖徳太子について考察しました。その中の一節として、聖徳太子は旗氏だったという説に触れました。旗氏とは古代の日本にやってきて勢力を拡大していたと言われている大集団のことです。今回は旗氏について詳しく掘り下げていきたいと思います。旗氏は一体どこからやってきたのか、そのルーツについては一般的には百済から帰化し旗氏の元となったという日本書紀の記述が挙げられます。旗氏の祖と言われている柚木の君が120件の人々を引き連れ百済から帰化しようとしていた。しかし新羅人に妨げられ、皆唐国に留め置かれているという窮状を柚木の君が応神天皇に上奏。天皇は葛城の卒彦を唐に派遣しますが、3年経っても戻ってこなかったため、さらにへぐりのつくのすくねを使わし、柚木の民と葛城の卒彦を連れ戻したというものです。旗氏は日本に渡来した後、5世紀から6世紀にかけて数万人規模の存在になり、日本中に勢力が広がっていきました。中国の歴史書である隋書には、和には旗王国があったという記述も見られます。そのくらい日本での一大勢力になっていたということなのでしょうね。旗氏は優れた知識と高度な技術を持ち、日本の宗教文化や衣食住に大きな影響を及ぼしました。例を挙げると、土木灌漑、旗作、養蚕、旗織り、酒造などです。また旗氏の中心人物であった旗の川勝は聖徳太子のブレーンを務めるなど、卓越した政治経済力も持ち合わせ、多くの寺院の建立にも携わったと言われています。この時代から急に古墳が巨大化したのも、旗氏の土木技術が用いられたからではないかという見解もあるようです。さらに古墳から出土している巣液も韓国南西部で見つかったものとほぼ同じだったのだとか。しかし旗氏のルーツや経緯に関しては様々な見解があるのです。旗氏が渡来した経緯については、平安時代初期の815年に編纂された新生小辞録にも日本書紀とほぼ同じ内容で記されているのですが、こちらには柚木の君は融通王とも呼ばれ、秦の始皇帝の子孫であることが書かれています。そこには秦の始皇帝三世の孫、弘武王の子である弘満王が忠愛天皇の時代に、さらにその子である融通王が応神天皇の時代に渡来してきたとあります。さらに旗氏が天皇家に絹を献上したことや、それが肌のように温かいことから旗の精を賜ることになったという命名説話も記されています。一方、三国志魏書新刊伝には、朝鮮半島の南東部には古くから秦の亡命者が移住しており、秦漢と呼ばれるようになったとあります。当時中国の皇帝たちは多くの民族を刺激し、万里の長城の建設に当たらせていました。その苦役に耐えかねた多くの人々が朝鮮半島や日本に逃げたと言われています。そのため秦から亡命してきた人々が秦漢を経由して日本に移住したことで旗を名乗るようになったのではという説もあるのです。一説では中国西部のシルクロード沿い、カザフスタンのあたりに柚木の国という国が存在しており、旗氏はそこからはるばる日本に渡ってきたとも言われています。この国の存在は中国の古代史書史実巻にも記されています。
絹で栄えていたとも言われているので、日本の天皇に絹を献上したという記述とも一致しますね。旗氏はネストリウス派キリスト教、慶教の信奉者でもあり、彼らが建立した寺院には、その痕跡が多く見られています。7世紀頃には、中央アジア、モンゴル、中国へと伝わったと考えられており、唐の都、長安には、慶教の寺院も建てられました。寺院は、箸寺と呼ばれ、箸とは、ペルシャに由来する宗教という意味の、ファシーが元となっていると考えられています。聖徳太子から授かった、弥勒菩薩を安置するために建てられた、日本の広隆寺も、本来は八岡寺と呼ばれており、語源は同じものとされています。745年には、教団の名前は、大神慶教に、寺院の呼び名も、大神寺に改められることになります。旗氏は、平安京の遷都や造成にも深く関わっていると見られていますが、平安京はイスラエルの首都、エルサレムの都にも似ている点があるようです。エルサレムの言語の意味は、神の平安、平安京とも同じ意味になります。そして、平安京は日本海と琵琶湖の中間に、エルサレムは死海と地中海の中間に位置しており、地理的にも一致しているのです。旗氏が拠点を置いていた地名にも、ヘブライ語の痕跡があります。先ほど、旗氏は亡命してきたと言いましたが、それを示すかのように、奈良県の湯月ヶ岳は、ヘブライ語で、ヤツーキーだが、圧迫され、脱出した、という意味になります。さらにヤマトは、ヤーウマト、ヤハウェの民。奈良は奈良、川。アスカは、ハスカ、住居という意味になるのだそうです。旗氏がヘブライ語を使っていたのだとしたら、ルーツが古代イスラエルにある可能性が高まりますね。このように、旗氏が関わったものには、ペルシャやヘブライ語、ユダヤ文化など、西洋の影響が見られるのです。先ほど触れた、秦の始皇帝も、その肖像画は、西アジア人特有の和紙花が際立ち、言い伝えでは目は青く西洋人のようであったとも言われています。そうなると、秦の始皇帝ももともとはイスラエル出身だったと考えることもできるのかもしれません。旗姓の由来も、旗氏がもし古代イスラエル人の祖先なのだとしたら、肌からではなくユダ族のユダがなまったとも考えられます。また、旧約聖書に登場するアブラハムやヤコブラの先祖はパトリアークと呼ばれています。民衆を治めるリーダーという意味ですが、慶教の伝わった中国では漢字を当ててパトリアークと表されました。旗姓の由来は、この旗から来ているとも考えられますね。由来だけで、いろいろな説を考えることができそうです。湯月の国があったとすれば、イスラエルの祖先の力も近いので、そのような影響が見られるというのは、不思議なことではないのかもしれません。日本とイスラエルの奇妙な共通点に関しては、当チャンネルでも何度かご紹介していますので、興味のある方はぜひチェックしてみてくださいね。いかがでしたか？薩摩の島津氏や土佐の長宗我部氏、元内閣総理大臣の畑勉氏の畑も旗氏の子孫だと言われています。また旗氏と関係の深い地名には旗という文字も多く見られるのだとか。そう言われると探してみたくなっちゃいますね。現代の日本人の遺伝子には中国や韓国のアジア系の遺伝子の他にも中東系の遺伝子が混ざっていると言われています。旗氏が湯月の国から中国を経由して日本にたどり着いた古代イスラエル人の子孫であるとするならば、このような日本人の遺伝子ももともとは旗氏がもたらしたものなのかもしれませんね。他にも
旗氏は朝鮮半島を経由してきたのではなく、インドを経由して海路で九州にたどり着いたという説もあるようですが、皆さんはどう思いますか？ぜひ皆さんの考察も聞かせてくださいね。